青いファイター、あ、絵が描いてあるやん。可愛らしいですね。女子高生のセーラー服の女子高生の主人公ってことですかね。スケバンなのかな、わかんないですけどね。はい、まあ、せっかく絵が描いてあるからお見せしました。はい、ああすごい、いい絵ですね。でこれ音楽はあれですよね、あの大王のゲイル、大王ゲイルの音楽使ってますね、このタイトル画面。はい、あ、そうか、女の子が乗ってるってことですね、パイロット。うん、あ、ハイヒールは、ハイヒールを取るんですね。何これ、 P って書いてあった。今スケっていうのが出てますけど、取れなかったですね。今回最終回なんでね、ちょっとこうその最終回の気持ちをね、お、手裏剣や、やっぱり感じるために今回はちょっと真剣に集中してやりたいと思います。前回は関係ない話しながらゲームやってましたけど、前回はほぼオカルトの話ばっかりやってゲームやってましたからね。今回はゲームに集中して12本ほどですね、12本ゲームねやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。各硬いなこいつ。今のところ死んでないですもんね、一気も。集中すればね、結構あれですよね、進みますよね。違う、関係ない話しながらやるとどうしてもね、あんまり先進めないイメージがありますから。あー、やられた。あ、これ死んだら戻されるタイプか。というかボム3発使ったのにまだ死なない一面のボスって硬いな。ああ、何に当たったんかいまいちわからんかった今。このスケっていうアイテムを取らせてくれないんですね。まだ一個も取れてないんですよ。これ取ろうとした瞬間に死んだんで。このミサイルがスケやったんかな。あのスケを取りたいと思ったらさっきやられたんですよね。あ、そうか。これ、アイテム、武器によってボムが変わるんですね。あ、このボムに変わった。これでボム使い切りましたね。なんかこのボスのね、攻撃自体はワンパターンでそんなに難しくないんですけどね。やっと倒せた。最後の残機じゃないか、あと2機か。まあね、とりあえず一面クリア、各作品ね、一面クリアが、まあ、目標でやってるんで、一面クリアできればもう満足という形なんで、で今まで一面クリアできたゲームとね、一面クリアできなかったゲーム数えてないですけどね、覚えてないんですけど、よく。ただまあ時間が短いやつは一面クリアできてないのが多いと思いますね。あの一本のねプレイ時間が短いゲームに関してはね、おそらく一面クリアしてないゲームが多くて、長いやつは一面最低でもクリアしてると思いますね。4分5分ぐらいプレイしてるゲームは一面クリアできてると思うんですけど、それ以下のね2、3分
1分2分でね、ゲームをなって、やってるゲームは、おそらく1面クリアできてないのが多いかと思われますね。ああ、難しい。一発でやられますからね、基本ね。で、パワーアップすればね、一発耐えれるっていうね、ところもあったりしますけど。なんか桜みたいな音楽だったですね。はい、まあ、1面クリアできた場合は1回で終わりにします。はい。